ね、多分5年は乗ってると思う。大阪市内を自転車で移動する一人の男、片山幸重さん。大阪ではちょっと名の知れた音楽プロデューサー。ここは片山さんが経営するライブハウス。ピアノやギターのクラシカルなサウンドからロック、ジャズ、ブルース、若手のポップスまで幅広い音楽を楽しめる空間。かくいう僕もここでライブをさせてもらいました。いや、ほんま楽しいライブでした。でもまさかこのライブハウスが思わぬ事態に巻き込まれて全国に名を知られることになるとは。ソープオペラクラシック梅田、ソープオペラクラシック梅田、そこで一定感染が広がっている可能性がある。新型コロナウイルスと集団感染。潰れろとか謝罪の言葉はないのかとか、コロナウイルスよりも人が怖かった。ここから見えない敵との戦いが始まったのです。大阪北区西天満。オフィスビルの地下に片山さんが経営するライブハウス、ソープオペラクラシックス梅田があります。結構広いんですね。そうですね、着席でお食事しながら、ライブを楽しんでいただくというお店です。はい。オープンして今年で11年。ステージには店自慢のグランドピアノが置かれています。今では聞き慣れたクラスターが発生したのは、くしくもソープオペラの10周年を祝うイベントの最中でした。感染者を追跡特定するため、片山さんは大阪府から店名の公表を求められました。感染拡大が防げるのであればお伝えするべきかなと思って、でそれで大丈夫ですということでお返事させていただきましたね。はい。勇気ある行動で感染者の特定は進みました。しかしその直後から寄せられたのは、責任取ってやめろ、なぜ謝罪しへんねん、心ない誹謗中傷。一番長いのは2時間延々とこう苦情を言われ続けて、コロナウイルスよりも人が怖かったですね。はい。ソープオペラは休業に追い込まれました。大阪市内のマンション、男やもめの一人暮らしをする片山さんは、いつもこの小さなソファーに座って、ライブハウスの、そして音楽の未来に思いを馳せてきました。ボーイさんみたいな、音楽に青春を捧げた高校時代、大阪では結構売れて夢をつかみに上京。舞台と客席で目が合う瞬間、お客さんが楽しい笑顔で見てくれている、それに伴って演奏者側のクオリティが上がるというか、士気が高まるという、この相乗効果っていうのはやっぱり生ライブでしか味わえないところですから。ライブの魅力に取りつかれた片山さんは大阪に戻り、裏方としてライブハウスで働くことに。その後43歳で独立、ライブハウスを経営しながら音楽プロデューサーとしてイベントやミュージカルの制作に情熱を傾けてきました。4月、
緊急事態宣言が発令され、日本中が自粛ムードに。人と人とが密集するライブハウスへの風当たりは強まってきました。大阪ミナミ、ここは片山さんが経営する音楽事務所兼スタジオ。もう機材とか全部取っちゃったんですけど、まあ、スピーカーとかあって、ミキサー宅とかがあって、向こうで演奏したものをこっち側に送り込んで、ここでミキシングとか、はい、ちょっと粗大ゴミとかもうまとまっちゃってて、あとはもう捨てるものは捨てて、これも全部ゴミですね、はい。アーティストが楽曲の制作に打ち込めるようにと作った場所でしたが、休業を続けるソープオペラを存続させるため手放すことに決めました。資金繰りができていないというか、もうショートすることはもう目に見えていたので、ものづくりできる環境をなくすっていうのは結構未だに辛い部分ではあるんですけど、一つ潰してでも、ね、残せるものは残していった方がいいなっていうふうになったんで。緊急事態宣言が解除され迎えた6月、片山さんはソープオペラ再開の最終準備に入っていました。27日にちょっとまあ実験的に簡単なライブみたいなことをやるんですけど、それのレイアウトを考えてました。こういうシアターという形でね、置けば1メーター間隔ぐらいで椅子の配置をしてもいいということでしたので、これぐらいでしょうかね。業界団体が定めたガイドラインに従うと、客の数は従来の半分以下に抑えなければいけません。もう何としても届けてくれっていうことで、飛沫対策にと購入した特注のビニールシート、営業再開に必要なものもあれば、役目を果たせなかったものも。そうですね、いっぺんちょっともう期日が終わってるようなやつはあると思うんで、これなんかもう4月なんでまたちょっと処分します。まさしく2月の末で止まってますからね、はい、ほとんど終わってますね。あ、なんかこれ捨てるのちょっと忍びないですけど、コロナによる休業がなければ開催されるはずだったライブのチラシ、悔しさと虚しさが込み上げます。迎えた営業再開の日、ソープオペラのステージに立つのは4人の女性アーティスト。彼女たちはクラスターが起きた2月のイベントの出演者、再開のライブに駆けつけました。まずはここがまだ続いてくれるんやっていうすごい喜びを改めて今日なんかこうやって椅子が並んでる姿を見て感じましたし、ちょっとずつこう対策をしながら皆さんの不安も取り除きつつ進んでいきたいなって、まず第一歩なんで。もう2月19の気持ちもありますし、そのあたりを全てまあ集約した中で、彼女たちからもやりたいとこう言ってくれた経緯もありますので、そういった意味ではまあ気持ちよくね、お互いできるんじゃないかなというところで、はい、4ヶ月ぶりですから、なんというか気になることがね、あるポロッポロッと出てくるから、それを一つずつ潰していく感じですかね。なんか進行いけるか、ことあります、大丈夫、みんな不安じゃないか。不安は不安ですけど、オープニングのとこだけダラッとせんように やっといた方がいい。やりたいです。田中さん、はい、今ドリーマー流れてんだよ。ドリーマー流れてる、うん、いやー、そっちから流れてるってことですね、うん、ちょっと待ってください。はい、あ、でもこっちの方がオープニングっぽくて話しやすい。片山さんのモットー、ステージはアーティストと一緒に作り上げる。緊張してきました。久しぶりだね、久しぶりやから。今お客さん、それぞれの思いが詰まった
ライブの幕開けです。午後7時、混雑を避けるために通常よりも30分早く開場。もちろんアルコール消毒と検温、そして問診票への記入をお願いしました。できる限りのことをしてはるんで、まあ、最初の一歩応援しようかなと思って来させてもらいました。社会的にその注目されてしまったところへ、何かこの、いやそんなとこじゃないんですよと、何も危ないところもないし、故意的にそのそういうね状況を作ったような場所でもありませんよと。ようこそドリームガールズ。イエーイ。ライブが始まりました。この日片山さんが用意した客席はわずか12席。ステージにはアーティストと客席を遮る特注のビニールシート。4ヶ月前には想像もしなかったライブの形。それでも歌を、思いを届けます。まずは音楽が流れること、それと同時にやっぱりステージの、まあ、出演者の方々がやっぱりキラキラした表情でいてくれることと、それを見てるお客さんがやっぱり笑顔でキラキラした目で見てるっていうのが、僕が一番喜びを感じるところですので、復活という言葉で表してもいいんじゃないかなというふうに今日は思ってます。はい、この日ソープオペラのステージでは、自らギターを片手に歌う片山さんの姿が。気持ちいいとこまで伸ばしてもらって、はい、声がなくなってからカウントの方がより完璧に切っちゃうんじゃない、いい感じかなとは。と今の曲は希望の歌という曲で、ちょうどそのコロナのクラスターが発生しまして、まあ、お店も休業となって、みんなとほんまに会いたいなって、いつ会えるんやろうなと思ってたらメロディーが降りてきたって感じなんで。どうしよう、クラスターが発生し社会から責め立てられた片山さん。音楽で生きてきた男は音楽で立ち直ろうとしたのです。新型コロナで孤独を感じた人たちの心の声を歌詞にしたため、希望の歌は生まれました。動き出したい気持ち溢れて、口ずさむこのメロディー、過ぎ去るだけの時間の中で、深い闇に身を潜めて、今すぐにも君に触れたい、会えないほど募る気持ちを込めて、希望の歌を歌うよ。君が隣にいて笑い合う日が来る時まで。なんとなくこうイメージでその未来に向けての希望、そういった歌を歌いたいなと思って、でまあそれでメロディーが全部できた時にですね、せっかくだからまあちょっと遠く離れてるみんなですけど、テレワークという形で音源を作れないかなと思って、はい。片山さんは仲間のアーティストたちとリモートで希望の歌を歌いました。会うことができなくても音楽でつながれるとメッセージを送りました。
希望の歌は思わぬ広がりを見せていました。歌を聴いた一人の教師から、生徒の前で講演してほしいと依頼を受けたのです。まあ、簡単に社長をやってます片山と言います。今日よろしくお願いします。2月のうちの11年目の記念日にね、クラスターが起こったんですよ。まあ、僕は一旦奈落の底まで落ちましたけれども、僕は元気ですよということと、これだけ多くの仲間が前を見て頑張ろうとしているよということをですね、歌にして伝えれたらいいなと思って、先ほどご紹介していただいた希望の歌というものを作らせてもらいました。もし何かあったときは、そういった周りの友達とかに助けを求めてほしいと思います。家族ですとか。で、同時に困っている人がいるならば、手を差し伸べてあげたり、優しい言葉をかけてくれたらいいなと、そんな風に切に思います。はい。ライブハウスを知らない学生もいます。それでも音楽で思いを届けることができると片山さんは信じています。こういうふうに歌うなんてね実際今年の初めには想像もしてなかったことですので、うん、音楽でまたこう出会いが生まれたんだなっていうのはすごく嬉しいですけどね。こんな状況下で本当にもう大変なお仕事の一つでもあるなと思いましたし、誰か分からへんのに言われるの怖いけど、立ち直られたっていうのは本当にすごいなって思ったし、言葉の重みっていうのを感じました。8月ソープオペラにあるものが届きました。紫外線オゾン2本タイプにしました。あ、そうですか。だからオゾンよりも、はい、その紫外線2回やる方が昼間早く分解できるから。片山さんが購入したのはウイルスや菌に効果があるとされるオゾン除菌の装置、1台30万円。コロナに勝つためやれることはやる覚悟でした。しかし南の中心部について一定の休業要請のお願いをしたいと。コロナは容赦してくれない。大阪の新型コロナウイルスは7月に入り感染者が急増。8月7日には過去最多となる255人の感染者を出しました。ここにあります通り、大阪府が南の飲食店に休業、時短を要請。長堀通りと、この負のうねりはソープオペラにも及びました。8月が6本ですね。まあ無観客とかも入れてですけど、7月が1、2、3、4、5、これやったのか、6本ですね。6本、7月が6本ですね。もうほとんど空いてますからね。うん、こう金曜日はただクラスターの発生以前に月30本以上あったライブは5分の1に。自粛により相次ぐキャンセル。仕方がないと分かっていても思わず愚痴がこぼれます。応援してます、応援したい気持ちはありますっていうのを添えてくれはるんですけどなかなか難しいですね。また必ずと言ってもいただけるんですけど、僕らにしたらその必ずが今日一日であって、その積み重ねであるので、その一日がなくなるというのはとてつもない不安と苦しみに襲われるんですけど、資金的にもうダメだと思うタイミングというか、はい、期限っていうのはもう固まってながらどうでしょうか。いや、やっぱ今年1年ですね。今年中で、はい、年内ですね。こうなってくるとやむを得ないでしょうね。見通しがつかないのがやっぱり一番苦しいですよね。はい、100人入れれるのであれば100人入れないんですけど、そこをやっぱ、破るわけにはいかないですし、それがやっぱり結果また事故につながってもいけないし、不信感につながってもいけないし、
言っててもしゃあないですからね。まあもう日々考えて何か動かそうとはしてますけどね。そうそう、動かなしゃあない。うん、前にするからな。片山さんがライブハウスの底力を見せます。8月下旬、大阪梅田。ここは片山さんが経営を委託されているライブハウス。ソープオペラと同じくほぼ開店休業が続いていますが、この日は違いました。3台のカメラに音響スタッフも、今なかなかライブ活動もできない状況の中で、まあ、試みとしてね、一度、まあ、コンサートというかいうような状況で映像を撮りたいなと思っておりました。少しでもね、こういう音楽を使って皆さんにこう元気を発信できないかっていうことと、まあ、自分たち自身もそうなんですけど、ちょっとみんなで揃って性能で歌ってみたいなと思いましたので、はい。星占いも音楽で生きる男の次の一手は、ライブハウスの生の息吹を映像で伝えること。塞ぎ込んではいられない。本番というか、まあ、会場のお客さんがいる感じで出演者もやってくれてるし、なんかいいものが届けれるんじゃないかなっていう気はしてますけど。ライブするのって正直ちょっとやらないとやばいけど、ちょっとビビる部分というか怖い部分もあるけど、私がやりたいって言ったらじゃあやろうかって言ってくれる方がいたり、ライブハウスがあるっていうのはすごく嬉しいなと思います。辛抱してやっぱり歌い続ける、その中で、なんかまた新しいつながりみたいなのがちょっとずつちょっとずつ確かに生まれてきてるのは確実なんで、コロナになったからこそこうやらせてもらってるというか、あ、そういう誰かがいて僕らなんだなって改めて気づきましたね。はい、これで決めましょう。お願いします。今すぐでも君に片山さんの思いがアーティストを動かし、総勢11人がステージに集まりました。一人一人別々に歌っていた希望の歌を同じステージ同じ場所で歌いました。皆さんのおかげで無事に終わりましたので、はいはい、祝しまして、はい、乾杯です。乾杯。今日はゆっくり飲みましょう。クラスターが発生してから怒涛のように過ぎた日々、苦しい状況は何も変わりません。でもほんの少し光が差した気がしました。みんなからメッセージが届いてます、はい、見ていただいてもいいですか。いいですよ。 V が届いてます、はい、わ、なにこれ。ライブハウスで出会った大切な仲間からのメッセージ、そして希望の歌。いや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 、もうそんなやばい楽しいね、楽しい未来をみんなで築きましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそです。いやー、その動画ちょうだい。はい、もちろん。クラスターが起きて
200日が過ぎました。ライブハウスが元のような場所に戻るかは分かりません。それでも音楽がある限り希望は捨てません。音楽がある限り、いろいろ大変ですけど、やっぱ潰すわけにはいかんなという、なんとかやっぱ継続して、まあ、みんなで笑えるようにしたいなと、やっぱ強く思います、ね、頑張って来年迎えられたらいいなと思ってますけど。